ということで、今僕は夜行バスに乗ってるんですけども、誰もいません。ほぼいません。全楽しい、気持ちいい。終点の上高地バスターミナルの順に停車いたします。ということで到着しました。今僕たちはこの上高地バスターミナルっていうところにいますね。で、名物かっぱ橋はここにあります。ちょっと歩くんですよね、なので今朝5時なのでちょっとゆっくり移動しつつ、お昼頃、朝方ですかね、このかっぱ橋っていうところに行って、この周辺で今日はゆっくりしていきたいと思います。もうゆっくりしていきたいと思います。朝食でございます。いただきます。はい、ということでかっぱ橋に来ました。すごい眺め。でこの橋を渡ったら明神神社がありますね。奥の神社があります。明神奥の宮ですかね、ここに来ました。今気温は17度、すごくちょうどいいです。無風ですし、太陽が照ってるわけではないのでものすごく過ごしやすいです。あ、へえ、ここでなんかランチ食べられるんだね。じゃあ神社、神社の隣にカフェどっこいしょ。いいっすね。ちょっとシャレが効いてます。カフェどっこいしょ。そしてその左にこれが神社ですね。あ、ちっちゃめ神社でございますね。こじんまりしてていい感じです。この船たちがお祭りで実際に使われる船みたいなんですけど、これが明神駅でございます。下が全部見えるんですよ。あ、なんかお魚、お魚わかります？透明すぎて浮いてますよ。かっぱ橋が目の前にあります。の食堂みたいなところですかね。なんかこの地方ではね、山賊定食って呼ばれてるみたいです。見た目は唐揚げですけどね。お、すごい。なんかちょっとレインボー。いやー、でもちょっとね、天気はあいにくではあったんですけど、もうそれを吹き飛ばすぐらいの
もう快適さだったりとか気持ちよさがありましたね。水は綺麗っていうのはもう動画でお見せできたかなと思いますし、もうそれと同じぐらい空気が本当に綺麗なんですよ。国立公園みたいな感じの、まあ、管轄なので、あの一般の車は入れないんです。あの限定したバスとタクシーだけが入れるっていうようなところなので、すごいあの音も静かなんですよね。もうずっと自然の音しか聞こえないっていうような状況です。はい、なので本当に快適、なんかそういう守られた自然の中で過ごすっていうのは贅沢だなって思いました。なので本当におすすめです。あ、これかこれか、レストランね。はいはい、ただいま準備中です。はい、今日のメニューはこちらでございますね。はい、はい、おはようございます。翌朝になりましたけども、やっぱりいいところですね。気持ちいい。ちょっとこのね、撮影中段階ではもう朝食のバイキングが食べ終わったんですけども、チェックアウト10時にして、で1時に、その新宿じゃ渋谷行きのバスに乗るので、まあ、3時間ぐらいでね、ちょっと残り楽しめたらなと、まあ、そんな感じで行きます。今談話室っていうところに来てるんですけども、面白い。はい、ということで、まあ、今回はその上高地でリラックスっていうことでやってきましたけども、最高でした。控えめに言って最高でした。まず第一に穂高連山の大迫力ですよね。で、二つ目にその水が本当に綺麗なんですよ。で、3つ目がこういった建物っていうのもなんか味があるっていうか、おしゃれで重厚感があって歴史を感じるようなところだったので、ね、この3つがセットになって最高でした。まあ、もちろんご飯も美味しいっていうのはありましたけども、それはちょっと動画でお伝えちょっとしづらかったしづらいというか、その、ね、味覚の部分なんで、それを動画でお伝えするってちょっと僕もあの難しかったわけなんですけども、まあ、とりあえずこの3つですね、最高でした。はい、なので本当にあのおすすめです。まあ、ただその11月になったらその入山できなくなっちゃうみたいですね。まあ、そのホテルとかお店も閉まっちゃうみたいなんで、まあ、あの来るのは11月までですね。ベストシーズンはやっぱり8月かなと思います。めちゃくちゃ涼しいんで、もうもろ避暑地ですね。まあ、僕はその普段東京に住んでいて、そのコンクリートジャングルっていうところを行ったり来たりしているので、まあ、その休みの日ぐらいは、ね、あのリアルジャングル、まあ、ジャングルじゃないですけど、その大自然の中でゆっくりしたいということで、まあ、こういうふうにあの上高地に来てみました。はい、ただその、まあ、テレワークっていうのがこう浸透して、あの家の中であの仕事している方も多いと思うんですね。まあ、その会社に戻った人も多いと思うんですけども、まあ、ただそのオンとオフが曖昧なこういう時に、意識的にその自分から休みを取っていく、積極的に休みを取って自分を整えていくっていうのはすごく大事だと思うんですね。はい、なので、まあ、今回こういったことをやってみました。はい、けどもいかがだったでしょうか。今回のお話がちょっと面白いか、まあ、お話はしないですね。なんか今回その、上高地の大自然を見て、あ、心が軽くなりましたって思っていただけた場合は、グッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいです。はい、ということで今回はその、まあ、自分も整えようと思ってその上高地に来てみました。そしたら最高でしたと、めちゃくちゃおすすめでしたっていう動画でした。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。